超えてるんじゃないですか。どうですかね。1つ29秒10というのが上位5人に入るための1つのハードルになっていますが、さあそのタイムを超えてきたかどうか、注目のタイム入ってきてますでしょうか。入ってきました、はい、本当に注目のタイムです。横山さんのタイム 26.75。 素晴らしいタイム。この瞬間上位5人には入りました。いや平永さん、タイムとしてもまずまずいいですねこれね。そうですね、こうなんか後半になりにつれてやっぱりこうみんなの走りを見てるからなのか、タイムもどんどんこう上がってきてますよね。はい、そうですね。やはりこれは後半有利なのか、ただこれもね見切れないですからね。そうですね、後半になりにつれてプレッシャーはどんどんこう高くなってきますね。あ、そうですね、はい、まあ、やはり数字のプレッシャーというのも重くのしかかっていきます。さあそれでも26秒台という素晴らしいタイムを見せてくれました。さあ続いては13人目です、午前中のトークショーにも出演してくれました兵庫県代表の山田七海ちゃんです。事前のチームエイドの動画では、まあ、自信は 100% ありますという 100% 宣言も飛び出しています。やだやだ、さっきも気合と根性で走るって言ってましたね。あ、そうですね、一つ大事な要素ですよね、はい、根性も見せてほしいですね。はい、その気合と根性を見せてくれるのかどうか。やだやだ、トップは高知県代表広瀬夏希ちゃん21秒台。お、そして戻ってきてくれましたお疲れ様でした。お疲れ様でした。タイム26秒、素晴らしいタイムになりました。いや、あのすごい緊張したけど楽しかったです。満足ですか。あ、でももうちょっと速く走れたかな感もあるので、もし予選突破したら次はもっと速く走れるように頑張ります。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それでは石井アナウンサーお願いします。今5位が26秒台になりました。山田さん、意気込みをお願いします。はい、私は1位です頑張りますということで宣言してくれました。安全運転でお願いします。さあその私は1位です、言葉通りの結果になるんでしょうか。いきましょう、兵庫県代表山田奈々美ちゃん、それではスタート地点を調整しています。仕切り直しです。私は1位になる、その言葉通りのレースを見せてくれるのか。26秒をめぐる攻防、さあその進化が問われる場面になりました。それでは参りましょう。スタートしていきました、やや慎重なスタートになりました。インコースをついていきます、やや慎重な入りになりましたが、あ、どんどん加速していきました。どんどん障害物をスムースにクリアしていきます。そして5つ目もクリア、最後はコーナーが待ち受ける。このコーナーもしっかりとインをついていきました、省エネコース。そして最後は加速してゴールしていきました。おっと、最後はややバランスを崩す格好になりましたが、それでも加速しながらスムースにゴールを通り抜けていきました。さあ平中さん、振り返ってみてどうですか。そうですね、若干最初スピード乗らなかったかなと、はい、あと